はい、こんにちは。今日は中国経済の情勢についてお伝えしてまいります。中国経済は混沌の度合いを深めているように見えます。住宅価格は一段と下落し、デフレ傾向は深刻化し、銀行の融資残高は前年比の伸びが2002年以降で最低でした。さらに10月11月の消費者物価指数 CPI 上昇率が前年同月比で再びマイナスに転じたことは注目すべき点だと思います。そして次のように報道されております。今年の一時期好調だったサービス業のインフレ率は今や確実に下降傾向をたどっている。医療や教育など燃料費の下落がさほど重要でないはずの領域でさえ、先月のインフレ率はほぼ横ばいかまたは低下した。最も重要なのは不動産価格が11月に再び下落し、販売不振も続いたことだ。大手不動産開発業者が右往左往する中で家計を住宅市場に呼び戻そうとする取り組みは今のところほぼ失敗している。この状況が変わらない限り、不動産関連の雇用の低迷が経済構造的な重しとして労働市場に負荷をかけるだろう。不動産業界の状況は消費者の信頼感全般や借り入れ支出にも直接影響する。不動産はほとんどの家庭にとって最も重要な資産であるためだ。このように報道されております。こうした状況の中、住宅価格の下落ペースが加速したり、経営難に陥る不動産開発大手が増えたりしますと、問題はさらに深刻化する可能性が考えられます。すでに不動産大手の経営危機問題が地方政府、保険、年金、信託、銀行へと波及し始めており、中国政府、習近平政権には早急な問題解決のための経済対策が求められている状況だと思います。習近平政権は最近、都市の中の村の再開発と手頃な価格の住宅に対する財政支援の強化を示唆していると報道されております。しかしこの財政支援策が効果的かどうか不透明感があるように見えます。と言いますのは、そもそもマンションの供給は需要を超過しており、過剰在庫の解消は困難との見方もある中、手頃な価格の住宅に対する財政支援の強化をしてもその需要があるのかどうか不透明でありまして、問題解決の糸口にはならないように見えます。そして次のように報道されております。習近平政権打つ手なし、2024年も経済崩壊まっしぐら、先行きが見通せない。この後に及んでも中国の不動産市況の悪化が止まらない。2023年1月から10月の新築住宅販売面積は前年同期比 6.8% 減少した。減少率は前月から一段と拡大した結果になった。販売面積が下げ止まらないのはマンションなどの購入者が先行きの価格の下落を見込んでいるからだろう。中国の住宅の売買契約は我が国と異なる。中国では多くのケースで契約時に資金を払い込むため、ほぼ契約と同時にローンの返済もスタートする。不動産バブルが膨張する局面では予約販売は不動産企業の資金繰りに大きな福音だった。予約販売も崩壊、足元で市況の悪化が止まらないため、マンションの予約販売を避ける人は増えている。まだマンションの価格は下落すると先行きを懸念する人は多く、今、不動産に手を出す必要はないとの見方は根強い。予約販売も急減した。2023年10月末までの年初来での販売に占める割合は 80% 程度に落ち込んだ。これから予約販売の減少により、中国のマンション建設は減少し、価格の下落圧力も高まるだろう。中国政府の経済運営は難しい局面を迎えることになるだろう。このように報道されております。そして今後も中国の不動産物件の全体として価格下落は止まらない可能性があります。それは次の3点から見えてくると思います。1点目、マンションなどの購入者が先行きの価格の下落を見込んでいる中、完成した時の価格が予想した以上に下落している可能性も高いという懸念もあり、そうしたことから人々がマンションの購入をためらい、そして価格が下落していくと、つまり買わないから価格が落ちる、価格が落ちるから今は買わないという循環になっていく可能性。2点目、そうしたことを見越してか予約販売も減っているということ。3点目、カントリーガーデンなどの資金繰りは悪化し、完成しないまま放置されるマンションが増加していると報道されております。いつ工事が再開し完成のめどがつくかもわからないという状況もあります。こうした3点から中国の不動産物件の全体としての価格下落が今後も進み、
不動産業界全体がデフォルトや経営破綻の恐れが高まるという悪循環のスパイラルに入っている可能性が考えられます。建設活動が低迷したため、鉄鋼やコンクリートをはじめとした資材関連産業、住宅設備産業などに直接的な影響を与え、他の産業の業況も悪化した結果、失業者の増加と実体経済のさらなる悪化を招く可能性が考えられます。結果としまして、こうした中国の不動産バブル、マンション建設など投資に依存した経済成長モデルは限界を迎えたというふうに見えると思います。そうした中、不良債権の残高は増加し、デフレ圧力も強まっているというのが中国経済の現状と考えられると思います。不動産市況が下げ止まり、景気減速圧力の緩和に必要なのは中国政府の経済政策の転換だ。これまで中国は不良債権問題を抱える銀行などに公的資金を注入することを渋り続けた。一方、金融緩和を強化しつつ、銀行に不動産や地方政府が進めるインフラ整備プロジェクトに新しい融資を行うよう圧力をかけた。公的資金の注入に消極的な姿勢は強まっているように見える。その政策が続いたとしても、中国の債務問題の解決にはならない恐れが高い。度重なる利下げや資金供給にもかかわらず、人民元建ての新規の融資は伸び悩んだ。海外からの直接投資も流出傾向が強まった。不動産や地方政府のインフラ開発などに資金を提供したシャドーバンク、影の銀行、投資ファンドなどによる信用創造も行き詰まっている。中国政府は公的資金を銀行に注入したり、不良債権の買取機構バッドバンクを設立したりして不良債権処理を進めなければならない。それが遅れるほど企業、家計、地方政府までもが債務の返済を優先し、支出は減少するだろう。足元のマンション予約販売の減少、不動産デベロッパーのデフォルトリスク上昇などを見る限り、中国の不良債権問題は深刻化に向かう可能性が高い。2024年の年初以降も中国の不動産市況はかなり不安定な展開となり、経済の低迷脱出は難しそうだ。このように報道されております。さらに次のような報道があります。中国市場低迷、ミドルクラス直撃、失業に怯え投資から手を引く。上海出身の金融マン、トーマス・チョウさんは2023年を振り返ると、家計のことを考えずにはいられない。株式投資は 30% 減り、給与パッケージも 30% 削られた。投資不動産の価値は 20% 目減りだ。心が折れそうだ。今の私を支えているのは、大家族を養うために仕事を続けたいという思いだと話すチョウさんの言葉は、不動産株式市場の低迷で蓄えの多くを失った中国の人々の心に響くだろう。家計資産の7割が不動産の中国社会で、家計を大きく圧迫しているのが住宅市場のメルトダウンだ。ブルームバーグエコノミクスによると、住宅価格が 5% 下落するごとに19兆元、約380兆円の住宅資産が消失する。ブルームバーグエコノミクスのエコノミストエリック・チュー氏は、今後数年間におけるさらなる資産損失の始まりに過ぎないかもしれない。大きな強気相場がない限り、金融資産のわずかな増加が住宅資産の損失を打ち消すことはないだろうと語った。中国の公式データは中古住宅価格の緩やかな下落を示しているが、不動産会社や民間データプロバイダーによれば、大都市の一等地は少なくとも 15% の値下がりだ。ブルームバーグエコノミクスによると、中国では住宅セクターは現在国内総生産GDP の約 20% 相当だが、26年までに対 GDP で約 16% に縮小する可能性がある。これにより都市部労働人口の約 1% に相当する約500万人が失業や収入減のリスクにさらされることになる。中国の富裕層は高いリターンを求め、規制の緩いシャドーバンク、影の銀行が販売する金融商品を購入していたが、2兆9000億ドル、約414兆円規模の中国信託業界には亀裂が入りつつあり、最近の支払いをめぐるスキャンダルでは数百億ドルの損失が発生する可能性がある。このように報道されております。このブルームバーグの記事ではミドルクラス直撃と題されていますが、記事の中にもあるように、中国の富裕層を顧客とする信託会社などにも問題が波及しており、この問題は中国の全国民層に影響が及んでいるとみられます。若者の失業率問題が深刻であると報道される中、公務員に対する給与未払い問題も報道されており、地方政府は財政が逼迫、その結果年金などにも問題が波及する可能性が考えられます。
不動産バブル崩壊ということにより金融危機の様相を呈してきているように見えまして、このまま中国政府が公的資金の注入などを渋り不良債権問題を先送りしますと、中国経済は失われた20年30年といった経済状況に陥る可能性すら考えられます。こうした情勢を受けまして投資家心理は下向きに転じたと見られます。中国経済の低迷や消費の弱さ、米中関係の緊張、不動産問題で海外資金が逃避したと見られています。香港証券取引所のデータによりますと、地元証券会社の閉鎖は2022年に過去最多の49社を記録した後、今年は30社に上っていると報道されております。ゴールドマンサックスグループなどウォール街の大手金融機関は新規株式公開の急減を受けて香港でディールメーカーをレイオフしていると報道されております。こうした中、次のような報道があります。香港で証券会社の閉鎖相次ぐ、株価低迷でハンセン指数4年連続安へ。香港の4兆6000億米ドル約670兆円規模の株式市場の歴史的な低迷が域内金融業界を直撃している。ハンセン指数は史上最長の4年連続安に向かうペースにあり、 IPO 市場は2001年以来最悪の年となる方向だ。香港の中国政府の国家安全維持法の導入を受け、アジアの国際金融センター首位の座の行方に疑念が広がっており、長引く株安や人員削減がそれに拍車をかけている。香港の証券会社ブライトスマートセキュリティーズのエドモンド・ホイ最高経営責任者は、証券会社の閉鎖やレイオフの波はこれまで見た中で最悪だ。重要なのは市場の流動性を高めることだ。今は誰もが苦労しており、トンネルの先に光が見えないと述べた。売買手数料と信用取引関連ビジネスを主な収益源とする中小証券会社は市場低迷の矢面に立たされている。香港証券協会が今年行った現地ブローカー調査によると、昨年は 72% 余りが損失を出し、少なくとも 25% 以上が年内に業務を縮小する計画であることが分かった。 UOB 経費案のウェルスマネジメント部門のチーワン最高投資責任者は、流動性不足は香港と中国に対する機関投資家の関心が過去最低水準に低下していることを示していると指摘。世界の投資家はここ2年間で香港の保有資産の大部分を売却した。今や多くの投資家はグローバルポートフォリオの観点から中国を重要でないと考えていると述べた。このように報道されております。中国の不動産バブル問題は2024年も中国経済に大きな影響を及ぼすと考えられまして、このまま習近平政権が効果的な、そして根本的な経済対策を取らない限り、外国企業や海外投資家の中国離れは加速する可能性が考えられます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。